姫。かっこいい体操、竹下敦史です。これがね、ジェイクサイダー提供のグレコと思われるレスポール、グルクさんのだと思われるレスポールなんですけどね、これがこれ一弦がどっか行っちゃうんですよ、これ。あ、ね、気をつけて弾かないとね、一弦がね、フレットラインに挟まっちゃうんですよ。これがね、面白いんですよね。ボディがね、めちゃくちゃ鳴るんですよ。これね、私がリペアした穴の開いたところね、埋め木っていう音は家具作ってまして、家具職人だったんですよ。でうちの父もね、家具職人で、うちの父はね、皇室ご用達っていうんですか、天皇陛下のお家にうちの父が作った家具を置いてあって、私はね、そこまで正直言ってうまくないんですけど、相当やります。だからね、楽器のね、こういう穴埋めたり、今ね、家の、スタジオの外にね、これからギターにしようと思ってる木材を乾燥させてるんですけど、やっぱりね、結局木なんですよ。でね、木がない今。なんかよく分かってない人が世界人類平和にとか言うじゃないですか。あれ全然リアリティがなくて、私たちね、本当にね、リアリティがあるのはね、木がないんですよ。で、うちのおじがね、バイオリンの奏者でもあって、あとバイオリン作ってたんですけど、そのおじがね、いつもね、あっち木がねえよと、これからどんどんね、木がなくなってお前らの世代になったら困るぞって言われたんですよ。その時ね、リアリティがなかったんですよ。だっておじさん、木いっぱいあるじゃんって言ったら、いや、こん中からお前ギターとかバイオリンにできる木ってどれぐらいあると思うって言って、しょっちゅうね、うちの父にいい木ないかって尋ねてたんですよね。今そのおじのね、気持ちがやっとわかります。楽器を作れる木がない。だからね、世界人類平和とかね、平和でいてほしいと思います。だって無駄にね、爆弾落としちゃってボーって燃えちゃうと、それね、50年とかね、100年とかかかって育った木がね、一瞬にして燃えちゃうわけですよ。木でしょ、死んでるかっていうとね、生きてるんですよ、この木は全部。だから木って枯れたからそれをもって死じゃないんですよ。ちゃんと形を変えてね、ギターっていう形になって生き続けてるんですよ。じゃあこの木を切った人、罪かっていうと罪じゃないでしょ。木さんだってちゃんと楽器っていう形に名前を変えて、ちゃんと人に愛されるんですよ。植物ってすごいですよね。人間もね、愛につまらないものを食べるんじゃなくて、ちゃんと食べるものを選んで、これ話しながら切られちゃう。だからね、何が言いたいかっていうと、こういう油お家に余ってたらいろいろ持ってきてください。ぜひいらっしゃるのは構わないんですけど、なんか持ってきてくれると助かるんですよね。こういう油物ってね、うちではたくさん使うんですよ。なぜかっていうとね、このスタジオね、楽器みたいなですよ。床とか、いらっしゃった方はね、ご存知だと思うんですけど、床なんかもね、みんな楽器作るような材料で作られてて、最後の最後それをベリベリって剥がしてね、楽器作っていきようかなと思ってるぐらいなんで、ちょうど日産自動車さんとかいろいろ提供いただいてるんですけど、捨てるような油とかあったらね、汚いのダメですよ。汚いのダメですから、綺麗な油があったら何でもいいです。サラダ油でも。で、そこからだんだんグレード上げてってね、こういう666とか、でこういうオレンジオイルとかになって香りとかつけていくんですけど、結局木のね、木の一つ一つの気泡って全部細胞なわけですよ。人間の体と同じで、細胞レベルで栄養を与え続けないと気泡が死んじゃうんです。細胞の壁と壁が壊れちゃうんです。とスカスカのギターになっちゃうわけですよ。これもどちらかというとスカスカなんですよね。
はい、こういう音になるんです。鳴るって言えば鳴るけど、これステージで使えるかったら使えないです。鳴りすぎちゃって音が返ってきちゃってね、木が鳴っちゃうんですよ。と楽器全体がハウリングを起こしたんです。これはあくまでね、お家とかね、こういうスタジオなんかでつまびくようなタイプのギターなんですね。ね、わかるでしょ、このこうピンピンと音は。今何もアンプも通してないんですけど、鳴るんですね、このギターね。ちょっとでも鳴りすぎなんですよね。日本のギターはどうしても今はなかなか材料がないですから、木の芽が開いているものが多いんですよね。こちらのヤマハさんの1970年の木なんか相当硬いですよ。